池森チャンネルオープン。今回はこのドレッシングを使ってデーシャブごまだれそばを作ります。さあ、デーシャブごまだれそば、まあありそうでなかった。まあ、いわゆるごまドレッシングを使ったサラダっていうかさ、みんな大好きじゃん。でごまだれを使って何かやりたいウォーウォーだったんだけど、あ、この時期だと思って、だつゆを作ったら冷やしたいんです。だから今回お湯もね温めてないんですよ。材料を仕込んだらなるべく、だから本当は朝作って冷蔵庫入れるところが一番いいです。でお昼それを食べる、これ一番いいですよ。まあこれはもう本当に簡単っす。でこれね、倍的にちょっとピーマンはね赤にさせてもらいました。きゅうりも、まあ、まんま使うからな、まんま使うから、まあ具材はほらこのもうごまだれなんか想像つくじゃん、みんな好きじゃん、それ使いつつレタスでも何でもいいからさ、自分たちが好きなやつでいいんじゃない。なんか俺は一応その映えと食感をちょっと優先して選んだかな。まあまあ使おうかな。あ、これももう霜、水ついてるからな、霜ついてもいかんから、まあいいか、冷蔵庫で。水からまたね、あちちちってなるよね。1人前、4枚、3枚ぐらいか。これね、茹でるときにやっぱりちゃんとね開いておいてください。これ形が綺麗にいきますから、まあよし、こうしといて、まあ全部やっちゃおう皆さんな、残ってもしょうがないもんなあとね、水から入れるとねアクが ゆっくり出てくるから、よし、肉も冷やしちゃいます。それではここからつゆを作っちゃいます。じゃーん、豆乳でやっぱコクがあっていいです。大さじ4、2人前だから大さじ8、1、2、3、4、5、6、7、8で、キューピー深入りごまドレッシング、これうまいっす、うん、しゃぶしゃぶのやつとねちょっと2種類試したんだけど、やっぱりねドレッシングの方が何、いろんな調味料入ってっからうまかったっす。これ2人前大さじ3って書いてるから僕ってことだな、3、4、5、6、
あめっちゃいい香り。でここに黄金のインベン、これ2人前1なんで4人前なんで2で、これは1対1。お、ごまもつじまるとも、お、満杯だな、まるともまるともも1と1 1対1です。で、ここにごま、ごまも適量で、まあ、軽く上が見えなくなるぐらい。でこれをもうすべて冷やしとく。あとは待つだけ。今回香りのソテーチ、この乾麺を使ってやりたいと思います。4分半香りの外内は本当に香りがいいっす。よし、で今回はちょっと冷たくしたいんでね。ただし数量限定です。氷の、うん、本当にね、乾麺はね、こうあんまり冷たすぎると味がもう十分っす。これ慌てて氷を出しちゃいます。もうこんぐらいでいいんですよ。よし、さあ盛り付けますよ。これで冷やしといた材料たちを出しちゃいます。あ、ここの冷蔵庫まあまあ冷えるの早いね。白髪ネギをさっと、きゅうりを、ちょっと冷やし中華っぽい絵だな。うん、豚しゃぶをじゃんじゃん。いいね、うまそうだね。これは涼しげでうまそうだな。よし、でここにちょっぴりこれ映えで赤をさせた。いや、もうセンスだな、うん、美しいね。よし、さあここでつゆを、はやち、ひっくり返して、すごいね。これはね、必須っす。ピリ辛含め、あと映えも含めて、まあまあやっぱね、豚肉とごまだれとラー油もう合わないわけないじゃん。冷しゃぶごまだれそば完成。いただきます。さあこれをですね、もうねこうやっちゃいます。もうね、最初は綺麗にね、みんな映えで持ってもらった後はもう混ぜちゃうんです。こうやって
それで一気にこれをいっちゃうんです。はい、うまい。肉、うん、これマジで美味しい。うん、やっぱり決め手はね、もうこれ、これ、うん、まあある意味今回のメニューはさ、もう一番ありそうでやんなかったメニューじゃない？サラダそばね、うん、これね、秒数秒、みんな、もう豚肉とね、ごまだれがね、合いすぎてやばいっす。あと夏のきゅうりとネギって。もうサクサク、これほとんどだってそんなに変わったことじゃないでしょ。いや、そうですね。ちょっとこう、まあ豆乳入れたりとかさ、はい、まあ材料の調整なんか別にほらそれぞれ好きな野菜でいいじゃん、はい、あのレタスの、あ、レタスのね、千切りもいいっす。うん、うん、これはうまい。ごちそうさまでした。いやまあごまどれを使ってのサラダそば的なやつって、まああれやってなかったんすかみたいなツッコミがあるぐらい、まあ王道っちゃ王道だよね、はい、うん、確かに。ただまあいろいろね、普通のただのごまどれだけじゃないよっていうさ、これ季節もぴったりだし、あのもうおかわりおかわりって感じだな、はい、うん、いや今回は冷しゃぶごまだれそば作ってみました。皆さんもぜひやってみてください。やみつきです。池森チャンネルのグッドボタンとチャンネル登録、皆さんよろしくお願いします。ではまた次の動画で、閉店。